シリア軍はシリアの軍隊である。正式にはシリアアラブ軍と称する。シリア軍の法律上の最高司令官は大統領だが、事実上の指揮権はシリア政府の長である首相が有している。シリア軍の管理、運営は国防省が担当する。現在、シリア軍は徴兵制度をとっており、男子は18歳に達すると兵役の義務がある。 兵役期間は2005年に2年半から2年に短縮され、2008年には21ヶ月に、2011年には1年半へと、シリア内戦前までは短縮されつつあった。陣地を守るシリア陸軍の兵士シリア空軍のミグ -23 戦闘機シリア軍は、陸軍、海軍、空軍、ボ。シリア軍は、2つの情報機関を有す。シリア陸軍は、内戦勃発以前、 平時で22万人の兵力を保有していた。シリア内戦では、自由シリア軍やムジャヒディーンの軍、ヌールッティン・アルザンキー運動などの、比較的恩恵とされるスンニハブ総組織のほか、アルヌスラ戦線やアイスセル、イスラーム軍、シャーム自由人イスラーム運動などの、イスラム過激。また、これらの組織は、アイスセルを除き協力関係にある。内戦初期には体制への不満や、 反体制武装勢力の構成により、軍から離脱する将兵も多く、特に陸軍において顕著であった。離脱者は、おおむね脱走者と離反者に分かれ、後者が戦術の自由シリア軍を形成した。また、脱走者及び徴兵機被者は、難民として国外へ流出した者も,も多い。2013年3月14日に発表された、イギリスの国際戦略研究所の分析では、 正規の陸軍兵力は、平時定員の半分に満たない10万人まで減少したと推定されたが、その後の戦時動員による徴兵強化や戦局の好転により兵力は若干回復し、現在は13万人弱であると推定されている。しかし、有事下の原油兵力は、内戦以前の平時定員すら充足しておらず、正規軍の兵力不足は慢性的となっている。 特殊戦力師団通称、トラ部隊の非自将内戦による荒廃によって、兵の王将は、機能不全に陥っており、正規軍の兵力不足を補うために、予備役部隊が創設され、他にもバース島の民兵組織やシーア派民兵組織の、ヒズボラ、アルアッバス旅団、アー、カタイブヒズボラ等に加え、シリア社会民族党民兵組織、トゥルーズ派民兵組織、 アラウィー派民兵組織並びに、パレスチナ人の民兵組織など、シリア人のみならず、レバノン人やイラク人、パレスチナ人などによって構成される数多くの親、政府武装組織が活動している。故に、正規軍自体の兵力は、平時定員に満たないが、予備役部隊及び、各主身政府などの非正規軍と、正規軍を合算した抗議の政府軍の兵力は、内戦勃発以前における、 陸軍正規軍の平時定員を上回っている。また、ロシアイランは政府軍に軍事顧問を派遣しており、イランはそれに加えて自国民兵及びハザラ人民兵を派遣し、ロシアは海上戦力及び航空戦力とシリアにおけるロシア空海軍根拠地防衛のための地上戦力を派遣している。共和国防衛隊の非自上陸軍の戦力のち再生は、 共和国防衛隊と第四機構士団、及び、空挺部隊、装甲部隊などを含む2個特殊戦力士団と6個、独立特殊戦力連隊である。このうち共和国防衛隊は、3個機械化、旅団、1個砲兵連隊及び、警護部隊に当たる2個不評連隊を有し、バーストの党員資格を持つもので構成される。また第四機構師団は3個機構旅団、1個機械化、旅団、 一個砲兵連隊及び特殊戦力にあたる一個空挺連隊を有し、大部分は現大統領バッシャール・アルアサドの出身宗派であるアラウィ派によって構成されているとされる。そして特殊戦力志団は三個特殊戦力連隊を有し、六個独立特殊戦力連隊は特殊戦力司令部に属す。なお、共和国防衛隊に関しては内戦勃発後、 例下に1個旅団が増設され現在は少なくとも4個旅団を有するほか、女性兵士部隊が新規編成された。内戦以前における、共和国防衛隊と第4機構士団の規模の差は、共和国防衛隊が第4機構士団を数個大体、分上回る程度に過ぎなかったが、前期のような戦時の部隊増設により、数個連隊分の差となっている。 第4機構士団の検証政府の権力基盤である。これら精鋭部隊のうち共和国防衛隊と特殊、戦力司令部及び第4機構士団の指揮権は、軍参謀本部の所轄である。また、特殊戦力士団は、第1軍団霊下である。シリア陸軍は前期した、軍参謀本部直属の精鋭部隊、特殊戦力士団の属する第1軍団のほか、第2軍団及び、 第3軍団からなる。また、正規軍の兵力が不足する中、2015年中頃より、ロシア軍の指導によって、予備役部隊を再編した第4軍団の建設が進行中であるが内実は不明である。1個あたりの定員は、軍団が5万人、師団が5000人弱から1万5000人強まで、また、旅団1個あたりの定員は、それぞれ機械化旅団が3500人。 飛行旅団及び、不評旅団が2500人、砲兵旅団は不詳である。また特殊戦力連隊並びに、不評連隊と砲兵連隊は1500人からなる。そして、大隊の定員は300人から500人程度である。旅団及び連隊は大隊を機関に編成され、師団の編成は、旅団及び連隊が機関となる。なお、シリア軍は、 基本的にバース党によって政治化された軍隊であり、党への加入は強制されないが、上位階級への昇進には、バース党席が必須であるとされる。これら上記の武装組織は、内戦が長期化する中、損耗の激しい正規軍と共に作戦に参加している。そして戦術のごとく、これらの国内を拠点とする組織の他にも、レバノンのヒズボラをはじめ、 国外を拠点とするいくつかのシーアハ民兵組織が正規軍を支援するためシリア国内にて活動している。ただし、シーアハ民兵組織のうちアルアッパス旅団はイラク人を中心とする武装組織であるが2012年にシリア国内において結成されたものである。アルアッパス旅団の構成員は2006年以後激化したイラク国内の周波間暴力から逃れ、 シリアに住み着いた人々とシリア内戦勃発後にシリアへ来園したマフリー軍関係の要因からなる。また、当該武装組織の類似組織としてイラク国内で活動するアルアッパス部隊がある。また、ヒズボラについてもレバノン人のみならず、シリア人の12イマーム派住民が参加しているとされる。この他、 シリア社会民族党民兵及びドゥルーズ派民兵には、シリア国内の住民のみならず、レバノンからの来園者も含まれる。シリア海軍は5千人の兵力を保有している。第4次中東戦争やラタキア沖海戦で、イスラエル軍と戦闘を行った。シリア空軍は6万人の人員を保有する。このうち現役は4万人で、2万人は、予備役である。装備する。 航空機はロシアから購入しており、主力は、スマイナス22ミグマイナス23ミグマイナス21等の旧式機で、現代的な航空機は少ないが、スマイナス24ミグマイナス25ミグマイナス29等を保有する。また、前大統領ハーフィズアルアサドのフルスということもあり、四軍の中でも政権に対する、忠誠心が高いとされる。 シリア防空軍は4万人の人員を保有する。レイボチキン CP-75 でエイビナ、S-75M ボルガやイザル S-125 ネバ、S-125M ペチョラなど、ロシア製のものを多数保有している。シリア軍の一部として組織されている、軍事情報局と空軍情報部は内務省所管の総合情報部や政治治安部。 バーストシリア地域指導部所管の民族治安局は国軍参謀本部所管内市は大統領直轄である共和国防衛隊とともに真の権力装置といわれるムハーバラートを構成している。これらムハーバラートのうち軍事情報局は軍参謀本部所轄であり首都ダマスカスの治安維持やパレスチナ人の監視などを主な任務としている。加えて 2005年4月までは、レバノン実行支配を統括していた。また、空軍情報部は、シリア空軍によって別途所轄され、国内外における治安、情報活動を担っているが、1990年代以後、地位が低下したとされる。これに対して、内務省は、記述の通り総合情報部や政治治治安部を所轄しており、国内の政治組織及び活動家の監視を任されている。 また、民族治安局は2009年の国民安全保障会議の発足と同時に解体された。国民安全保障会議の成員には、従来の情報機関、治安組織の交換のほかに、文民も含まれ、軍事情報局、空軍情報部及び総合情報部、政治治安部の統括が設置の目的とされるが、具体的な活動内容は知られていない。ありがとうございます。